インド人と付き合えるかどうかっていうところで言うと、その日本人じゃないとダメとかはないかな。インドの食べ物でカレー以外で何か知ってるものありますか？インドの経済発展、経済が発展してるのは正直あんまり知らなかったです、うん、Hi there, I'm MC Caroline. Today we are exploring something special. We've talked to Japanese folks who haven't traveled abroad, specifically about their views on IndiaIt's all about genuine options here, and I can't wait to share these insights with you. Let's dive and see what we discover together. 自己紹介軽くしていただけたら。主婦パート的な感じですね。インドに行ったことはありますか？ないです。インドと聞いて最初に思い浮かぶことは何かありますか？カレー。カレー？うん。インド料理を食べたことはありますか？ないです。でもカレーが。あ、でもカレー食べにインドのカレー屋さんみたいなところには行ったことあるかも。美味しかった。美味しかった。なんカレー。日本のカレーとはなんか違うような感じはありますか？器とかがちょっとステンレスみたいなのにルーがいっぱい何種類か入っとってみたいな感じで、いろんな味食べれて美味しかったかな。次、インド映画で RRR っていうのがあるんですけど、知ってますか？知ってます。見てないです。ゲームっぽいから。インドの経済発展についてどのように思いますか？ちょっとあんまりわからへんかな。インドと日本どちらの国の方が住みやすいと思いますか？日本かな。それはなんでそう思いますか？日本から出たことないから。じゃあ次、インド人はどんな服を着てると思いますか？普通の同じ感じの服。あ、日本人と別に変わらない。うん、変わらんのかな。じゃあ日本とインドの文化の最大の違いは何だと思いますか？わからない。わからないです。インド人との恋愛はどんなイメージを持ってますか？インド人と付き合えるかどうかっていうところで言うと。それは性格次第やから、優しければ全然、その日本人じゃないとダメとかはないかな。インドカレー以外の代表的な料理は何か知ってますか？何やろ、思い浮かばんかな。インドの宗教にはどのようなものがあるか知ってますか？いや、ちょっとあんまり詳しくないです。インド人の英語と聞いて最初に思い浮かぶことは何かありますか？わからん。うん、周りにはいないかな。インドの IT 産業と聞いて最初に思い浮かぶことはありますか？ IT 産業もわからない。賢そうな感じは持ってるかな。次、インドカレーは日本とどう違うと思いますか？スパイスの種類、うん、数も多そう、辛そうかな。でも食べたやつは、まあ、日本人向けに味付けされてたっぽい感じはした。全部すごい辛いとか思わなかったから。インドのビジネスマンはどのようなイメージがありますか？まあ礼儀正しそうな感じはあるから、なんとなくなイメージかな。なんか、シャキシャキしてそうな気がする。日本の私服人、大黒天、毘沙門天とかは実はインドからやってきた神様みたいなんですけど、それは知ってましたか？知らないです。インド全体のイメージを一言で表すと何かありますか？わからんな。一言。ねえ、まあ、さっきの話で言うと優しそうとか。ああ、そういう感じでいいんやったら人柄が、良さそうな感じはする。インドの結婚式はすごい華やかみたいなんですけど、そういうイメージはありますか？なんか花嫁衣装がなんか可愛いっていうのはあるかな。なんか装飾がめっちゃ。見たことある。あって、何で見たんやろ。なんかの映画かな。タージマハルって知ってますか？だからなんか聞いたことあるような気もする。多分世界遺産みたいなことなのかな、インドは。ああ、そういうとこ行ってみたいって思いますか？いや、極力日本から出たくないタイプなのでインドのヨーガについての印象や経験があれば教えてください。ヨガってことはないね。したことない。ヨガも体が柔らかくないとできなさそうなイメージやから柔らかくするためにするんちゃう。まあそうかな。インドの首都ニューデリーについてご存知のことを教えてください。いや、わからない。でもニューデリーってなんか名前を聞いたことない。テレビでちゃんインドで訪れてみたい都市はどこですか？それもわからんな。まあ首都っていうぐらいから、ニューデリーぐらいは。どんなとこなんやろ。インド人には賢いイメージがありますか？あります。さっきの頭いいみたいな、掛け算二桁できるとか、いろいろよくテレビで。インドの地域による文化の違いについて知ってることがあれば教えてください。いや、わからないです。将来インドに住んでみたいと思いますか？日本から出たくないです。それはインドが嫌とかじゃなくて、そもそも海外に行くのがあまり嫌、そうね。それはやっぱ日本が住みやすいとかそういうことですか？
うん、あんまり知らないところに行きたいタイプじゃないからかな。じゃあ質問以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、インド人男性のイメージ何かありますか？イメージ、顔とひげが濃い。顔とひげが濃い。なんでそんな風に思いましたか？テレビで見るインド人が大体そう。じゃあ次、インド人の女性のイメージ何かありますか？綺麗な人のイメージ。綺麗な人、それもテレビで見た感じ、うん、実際に直接インドの人と会ったとかはない。インド人と付き合えますか？付き合えますか、異性としてってこと？そうですね、ちょっとそっちも聞いてみたいですね。インド人と異性としてお付き合いできるか普通に仲良くはなれるんじゃないかな。別に外国人苦手とか別にないと思うんで。言葉の壁ぐらい。次、インド料理何か思い浮かぶものありますか？カレー。インドの食べ物でカレー以外で何か知ってるものありますか？なん、カレーとセットみたいなとこありますけど、うん、インドのカレーは日本とどう違うと思いますか？でもスパイスがよう使われとうから、インドのカレー。日本のカレーはちょっとなんかドロッとしとうじゃないけど、インドのカレーはサラサラしとります。じゃあ次、インドの料理のスパイスの使い方について印象を教えてください。使い方、どの料理にも使われてそう。まあ、日本でいういろんな料理に醤油入れる的な感じで、うん、調味料。日本とインドの文化の最大の違い、だからその宗教、食文化も違うのかな。なんか動物の肉も食べたらあかんみたいなのがあった気がする。ヒンドゥー教的にそういうのが食べれないかもしれないっていうイメージがあると。ああ、宗教が違う。日本は仏教、インドって、インドはヒンドゥー教。ああ、ヒンドゥー教のイメージがあると、うん、じゃあ次、インドの将来どうなるなとか、なんか思うところありますか？将来どうなる分からんな。じゃあ次、インドと日本どちらの国の方が住みやすいと思いますか？住みやすいのはやっぱ、日本かな。いや、インドに行ったことがないからそもそもと分からんないけど、行ってみたいのはあるかもしれない。インドの映画で RRR っていうのがありまして、それはご存知ありますか？いや、知らないです。じゃあ次、インド人はどんな服を着ている印象がありますか？どんな服？なんか民族衣装みたいな、うん、日本でいうと着物みたいな、着物みたいな、なんかターバン、ああ、ターバン巻いてる感じ。インドについて最初に思い浮かべることは何ですか？インドの神様ガネーシャと偉人ガンジー。え、インドやんな、多分。インド人の気がすると。じゃあインドの宗教については何か知ってることありますか？動物の肉食べたらあかんぐらいかな。インド英語の特徴についてご存知あることあれば教えてください。インド英語の特徴、聞いたことないかな、分からんけど、そんな違ったりするかな。でインドの IT 産業についてのイメージがあれば教えてください。と分からんかな。はい、以上になります。ありがとうございました。見た目、容姿的にはちょっとどのような印象がありますか？色黒のっていう感じの男の人がいっぱい出てきた。恋愛のストライクゾーンに入ってくるかどうかっていうのはどうでしょうか？そうやね、ヒゲがなかったらまた違うかも。なんか目はパッチリくっきりな人が多いから、ヒゲがなかったら私的にはっていう感じです。インド人の男性の方は謝罪っていう概念がないと、日本人女性としてはどうなのかなっていうのをお聞きしたいです。謝ってほしいな。まあでも態度でこう示してくれるんやろうなとは思うけど、やっぱり言葉欲しいかなって思う。普段何をしている方かお答えいただけますか？普段は会社員をしてます。年齢は30代ぐらいでよろしいですか？はい。じゃあ早速インドに対するインタビュー始めていきたいと思います。インドに行ったことはありますか？いや、インドには行ったことないです。海外旅行はありますか？海外旅行もないです。まず行くってなった時にインドに行く率っていうか、はい、こう選択肢としてインドは入ってきますか？いや、インドに行きたいと考えたことはないです。やっぱり有名どころのハワイとかヨーロッパとか、はい、次、インドと聞いて最初に思い浮かぶことは何かありますか？インドのイメージはやっぱりカレーとか。カレー美味しいですもんね。カレー以外で何かインド料理って思い浮かぶものありますか？以外パッとは思いつかないですね。では、インド映画で RRR っていう映画があるんですけど、ご存知ですか？知ってます。見たことはありますか？見たことはないです。なんかその見てない理由とかってありますか？理由は特にないですけど、まあ、見たいなとは思ってる感じですかね。インドの経済発展についてどのような感想、印象ありますか？インドの経済発展、経済が発展してるのは正直あんまり知らなかったです、うん、なんかインドっていうとこう数学に強いみたいなところで、なんかこう IT 関係が発達してたり、
経済発展があるのかなっていうのが最近のインドの印象みたいです。次、インドと日本どちらの国の方が住みやすいと思いますか？まあ、僕はやっぱり日本人なんで日本の方が住みやすいかなと思います。インド人はどんな服を着てると思いますか？インド人やっぱり映画とかで見るような、なんて言ったんやろ、ターバン巻いたり、うん、そういうイメージがあります。なんか日本人やったら着物みたいな感じの、ああいう民族衣装的な。そうです。ドラゴンボールでいうナムさんみたいな。日本とインドの文化の最大の違いって何かあると思いますか？文化の最大の違い、何やろ。やっぱりインドは宗教を重んじてるイメージが多くて、日本人はあんまりそういう文化は少ないかなっていうイメージはあります。まあ、確か日本はこう仏教とかはあるけれど無宗教と言われたりもしますからね。そうです。でインドの宗教って何かわかりますか？インドの宗教、ヒンドゥー教とかわからんけど、そういうイメージ。確かに確かに。じゃあインドの、さっきの宗教の話で、はい、インドの歴史や神話に触れたことはありますか？あまりないですね。よく日本のアニメとかゲームとかそういったところで行くと、はいはい、破壊神シバとか象の神様ガネーシャとか、はい、なんかあの辺は結構日本とゆかりがあるのかなみたいなとこなんですけど、実は日本の七福神はインドからやってきた神様みたいなんですけど、知ってました？それは初めて聞きました。結構びっくりですよねこれ、はい、実際ワンピース、アニメとか漫画で人気のワンピースもなんかインドの神様とか、うん、結構か、関わってるみたいです。そうなんです。次、インドで首都ってご存知ですか？インドの首都、ちょっとわかんないです。ニューデリーっていうとこみたいですけど、はい、名前は聞いたことあるみたいな。聞いたことある。インド人で賢いイメージってありますか？インド人賢いイメージ、あんまりちょっとないですね、正直。数学にはかなり強いみたいですけどね。はい、二桁の三桁の掛け算割り算できたりとからしいです。インドのカレーは日本とどう違うと思いますか？日本より辛いようなイメージがあります。じゃあインドの結婚式はすごい華やかみたいなんですけど、はい、そういうのはなんかイメージあったりしますか？いや、あんないですね。インド人とお付き合いできるか？インド人と考えたことはないですけど、はい、できなくはないかなって感じです。それはあれですか、インド人とか関係なく外国人もみんな別にいい人がいればみたいな。で、将来インドに住んでみたいみたいな思いはありますか？いや、ないですね。外国、そもそも日本からあまり出たくないと。はい。なるほど、なるほど。で、インドのビジネスマンはどのようなイメージがありますか？インドのビジネスマンのイメージは正直何もない。何もない。別にアメリカ人のビジネスマンのイメージもない。そうですね。タージマハルって聞いたことありますか？はあります。インドのヨーガについての印象や経験があれば教えてください。経験があれば。経験は正直ないですけど、やっぱ健康的になるイメージがありますね。じゃあインド人自体に対するなんかイメージってありますか？インド人に対するイメージ、ちなみに僕はつい最近日本のコメディアンがインドにいていきなり見知らぬ人に今晩泊めてくださいという企画がやってて、それ見た時にみんなインド人オッケーオッケーで、みんな優しいんやなみたいなイメージはあったんですけど、インド人のイメージは正直あんま考えたことないんで。じゃあ周りにインド人と関わる機会もないと？ないですね。そもそも外国人すらあんまり、もうほとんどない。わかりました。じゃあインドのインタビューはこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for staying with us till the end. It's been quite a journey uncovering how people in Japan, where only about 17% have a passport, view India and wider world. Despite the ease of travel with a powerful passport, it seems many prefer the familiarity of home, showing us how varied perspectives can be across cultures. This opens up.A fascinating dialogue, doesn't it? What do you think about these views? Do they surprise you? Or do you see similar sentiments in your own experiences? I'm really eager to hear your thoughts. So, please drop a comment below. And if you found value in our journey today, don't hesitate to subscribe, like, and share this video on WhatsApp or any other social media you use.Your support means the world to us. Until next time, take care. 東京生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達。そんな10代送ってないから俺のリアルを歌うよ。俺は岐阜県生まれインターネット育ち、カボスやってる大体友達。掲示板好きも大体同じ、いろんなすれ荒らして